はい、皆さんこんにちは。しげちゃんの歌唱レッスン講座のお時間です。今日は島津悦子さん瀬戸内暮らし、この曲をレッスンしてみたいと思います。まずはオリジナルキーをプラス5にしまして、私がワンコーラス歌わさせていただきます。さあ幸せ濡らさぬように傘差しかけて寄り添い歩く、あなたについて行きたいの、どこまでも最後の人です。私は雨の倉敷に瀬戸内暮らし、島津悦子さんならではのいい感じの曲調ですね。とってもほのぼのとした、しっとりとした感じですよね。はい、それでは今日は、その島津悦子さんの瀬戸内暮らしをレッスンしてみましょう。最初にお断りしておきますけども、ちょっと深くにも風邪をひいてまして、少し声が荒っぽいですけども申し訳ありません。まあ、レッスンの方は変わりなくやりたいと思いますけど、今回だけちょっと聞き苦しいかもありませんけど、よろしくお願いします。はい、それは瀬戸内暮らしの島津悦子さんの曲の中からレッスンしています。レッスンはオリジナルキーで行っています。寄り添い歩く2人の姿が、このなんとも微笑ましい感じがしますね。まあ、これまさに夫婦演歌ですね。前回は島津さんのこの曲は長崎でしたね。今度は、舞台を倉敷に移しまして、尾道、そして夕日の綺麗な笠戸島というところが舞台になってますね。まあ、瀬戸内海のこう名所巡りみたいなものですね。はい、そしてこの舞台がそちらに移ったということで曲調も少し変わりました。あなたを信じ、あなたを愛し、今までついてきました。私にはあなたしか結局いませんと。そして今の自分の人生を振り返り、しみじみこの幸せをかみしめてるわけですね、この女性が。その女性の姿はなんともほのぼのとしたね、温かみがあっていいですよね。そんなこのふわっとした温かみを出せるような、そんな女性の姿が表現できるといいと思います。曲調はやはりこのしっとり演歌ですから、やっぱりしっとり演歌は丁寧に落ち着いてね、流れを取っていただくといいですね。はい、それでは、その島津悦子さんの曲、瀬戸内暮らしをレッスンしています。レッスンはオリジナルキーです。濡らさぬように小さな、少しこのさを伸ばしてみましょうね。さあなあっていきます。小さなの歌い出しは低いですから、落ち着いていきましょうね。小さなあで区切って、幸せ、幸せ、素早い感じですね。しやっとすっといきましょう。幸せ、ぬらさぬも同じですね。ぬらさぬとちょっと素早い感じですね。ぬらさぬ、ぬのお尻をクイッと上げながらように入りましょう。ぬらさぬよう、あとはついてようにといきます。はい、それではもう一度最初からいってみます。
ように傘差しかけて寄り添い歩く傘差し、そして区切ってかけかけて、これよく出てきますね。普天八部寄付の16本ですね。幸せもそうでした、かけてもそうですね、よく大きく間を取って素早くということですね。間を大きく取るんですよ、慌ててスッといかないようにしましょうね。大きく少し大きめに取ってかけ、その取った分だけ忙しくなってから素早くかけてとこうなるんですね。そして次は八部寄付の16本トン、いより今度は聞いたらすぐスッと出て、よりを素早く、いよりそい、あ節を上から回す、あーあと落ち着いてルークと持ってきます。はい、もう一度最初から言ってます。まあ落ち着いて歌えば十分歌っていただけますからね、しっかりと覚えてみましょう。はい、歌い出しは少し低いです。小さな幸せ濡らされるように傘さしかけて寄り添い歩く あなたについて行きたいのどこまでも最後の人です、私には。はい、ここまでしていきましょうね。寄り添い、あ節を上から回して歩く。そしてあなたのとこはね、給付はなくなりましたね。一拍目ですから、ここ慌てないように上手に揃えて出ましょうね。あなた、このテンポ揃ってます。あなたに止めてからついて、この止め加減は普天ですから大きくですね、ちょっと大きく間を取ってから素早くつい、あなたにとついて行き、そしてそのまま行きたい、行きたいの、行きたいの木には E がちょっと入るといいですね。行きたいので、どこまでは、ここがまあサビですね。どこまでも、非常に分かりやすいですね。どこまでもといきます。たどるような気持ちで山に入っていきましょう。どこまでもといきます。で、給付はまたなくなりましたね。最後の人です、私には。テンポ揃ってますね。最後の人です、私は。うまくテンポに忠実になりましょうね。最後の人です、私には、とうまくテンポよくなりましょう。はい、それではもう一度最初から言ってみましょう。今度は最後までいきますよ。雨の倉敷瀬戸内まで行っちゃいますね。はい、それではもう一度最初からいきます。幸せ濡らさぬように傘差しかけて寄り添い歩く、あなたについて行きたいの、どこまでも最後の人です、私には。雨の倉敷瀬戸内
しい。はい、それではどこまでもの辺りから最後のところもう一度いってみましょうね。はい、最後ですよ。雨ので区切って暮らしきってください。暮らしき。瀬戸内はグッといきましょう。瀬戸内は少し伸ばしてチーッと上げる。瀬戸内、そして止める。チー、その後にグーラーアーシ、グーラーアーシですよ。そのアは低い音から出ますからね。ラに対してそのラと、節を下から出すということを忘れない。これ上から増してしまうとまた違う節になりますからね。瀬戸内ぐらしい、こんな感じですよ。ら、あしいと持っていきましょう。はい、それではどこまでもというところでサビから最後までもう一度いってみましょう。どこまでも最後の人です。私には雨の暮らしき、瀬戸内暮らし。はい、こんな感じですね。とってもほのぼのとしたね、メロディー演歌いいですね。結果的にね、しっかり覚えてみましょう。